久保さん大工の話は切実です、ね、でもまあ大工を選んだっていうところが、まあ、時代の狭間っていうところもあってうんまあしょうがないでし片付けられる問題だったらいいんですけどねその大工さんにとってはすげえ大きな問題でじゃあこれから方向転換するって言ってもまあ未来を俺はすごいなん、えー、ですかうーん。 いい家を建てたいっていう将来があってねなんだけど今はそういう状況じゃないとだからまあ一つ僕が言うんだったらその未来を変えるっていうのも一つの手なのかなっていうのはありますけどねまあ久保さんの事例で言うならばマージャン店を開いた時はおそらくおそらくマージャン店を繁盛させるぞっていう未来だったと思うんですよ多分ねマージャン店を始める時から 何ですかね。まあ、とりあえずもう1年で潰そうみたいな考えは多分ないとは思うんですよね。わ,わかんないですけどね。まあ、とりあえず、まあ、つなぎでマージャン店やっとくかと。まあ、半年やって、まあ、いいかな、みたいな。うん。で、まあ、うまくいったら、まあ、ちょっとやってもいいし、うまくいかなかったら、すぐ潰そう、みたいな。っていうわけで始めたわけではないと思うんですよ。少なくても、マージャン店で、まあ、ちょっと、あの、しっかり売り上げ上げるぞっていう未来はあったと思うんですけども。 まあその時代の流れだったりとかね。多分まあそ、それがなかったら,おそらく、まあ、わかんないですよ。その、麻雀店をやった経緯が、僕、細かくわかんないんで、でも、その、立地もそうじゃないですか。立地も結構いいところでやったと思うんで、うん、ここの立地だったらいいんじゃないかなっていう、まあ、それもなんか、受けよな、ちょっとすみません、細かい,細かいことはわんないんで、あれですけど。 うん、でもまあ何が言いたいのかっていうと、まあ、そういうもしあったとするまあもし久保さんがまあ半年でいいやとかつな、ね、ぎでいいやっていうところでマージャン店を開業してたんだったらちょっと話は変わりますけど少なくてもマージャン店をやるからにはこのお店を繁盛させたいっていう未来があったと仮定しますなんだけどもまあ状況が変わってでその状況が変わったことによってじゃあその描く未来を久保さんは変えたわけですよね ネットトにシフトしたわけですよねでもしそれネットにシフトし,していなければ多分変わってないと思うんでだそれはまあ時代も変わるし状況も変わるので、うん、それは変えていかないといけないなとは思いますけどねただ大工さんのポジショニングで変えると、まあ、考えるとじゃあそれをすぐ変えるっていうのは酷な話だと思うしね、うん、でも、まあ、そういう状況であるならば、うん、その何すかね なんか変えるっていそのマージャン店が全然上がってないけどいや俺はマージャン店でしっかり売り上げ上がって従業員にもしっかり給料払ってこうやるんだと。で頑固一徹張りでやってたら多分今の未来はないだろうし、うん、だから未来は変えてもいいと思うんですよね途中で。うんだからまあ例えばそこの大工さんの話ですけどそこの会社はね そこの今そ,のそこでやってるところはあれかもしれないですけどもしかしたらそういうところを求めている会社さんがあってその何すかねそのお客さんもねお客さんももうほとんどその扱ってるお客さんがあの中級上級者というかお、まあ、まあ富裕層の層しかやっていないところがあったとしてでそ,こそこで求められるのってもう完全にクオリティじゃないですか。 だそういう人たちをお客さんにしている会社さんの大工として働けば、まあ本当に自分の力を発揮できると思うんですよ。でも世の中探せば多分あると思うんですよね。そのクオリティを求めている。値段じゃな、まあお客さんもそうですよね。いや値段じゃなくてクオリティを求めてるお客さん絶対世の中にいるわけじゃないですか。もうあのお金かかってもいいから丈夫に作ってくださいっていうお客さんの多分層は絶対いるはずなんですよ。 で、そこの層に対して供給している会社はどこがあるのかっていうところで場所を変えるってことですよね。働く場所。うん。そこ本当にそ、その大工さんの、いや、俺はそのちゃんとやりたいんだと。じゃあ、ちゃんとやってるところを探すってことですよね。でも必ずあると思うんですよね。全員が、全員が安くてもいいからクオリティ下げてほしいっていう層ではないと思うんで。一部の層はいくらかかってもいいから、めちゃめちゃいいの作ってっていう層も絶対いるはずなんで。うん。 だからその未来を書き換えるってことも大事かなと思いますけどね。い、うん、ってらっしゃい。